脂質代謝とは、細胞内での脂質の合成と分解のことで、エネルギー源となる脂肪の分解、または貯蔵、及び、細胞膜の構築に関わるような構造的及び、機能的な脂質の合成などを含む。動物では、これらの脂肪は、食物からエルカ、肝臓で合成する。この脂肪を合成するプロセスが脂質性合成である。 人が食物を摂取することで体内に存在する脂質の大半は中性脂肪とコレステロールである。体内に存在する他の種類の脂質は脂肪酸と膜脂質である。脂質代謝は食物脂肪の消化と吸収の過程と考えられがちだが生物がエネルギーを得るための脂肪の供給源は食物脂肪の消費と貯蔵脂肪からの二つがある。人を含む 脊椎動物は心臓などの器官が機能するためのエネルギーを作り出すために両方の脂肪源を使用する。脂質は素水性の分子なので代謝を開始する前に可用化する必要がある。多くの場合、脂質代謝は消化器系の様々な酵素の助けを借りて起こる加水分解から始まる。植物の脂質代謝は動物と比較するとプロセスにいくつかの違いがある。 加水分解後の第2段階は、脂肪酸が、腸壁の上皮細胞に吸収されることである。上皮細胞では、脂肪酸がパッケージされ、体の残りの部分に運ばれる。本記事では主に動物の脂質代謝について述べる。消化は、脂質代謝の最初のステップであり、リパゼ酵素の助けを借りて、トリグリセリドをより小さなモノグリセリド単位に分解するプロセスである。 脂肪の消化は、口の中で、絶リパーゼによる、化学的消化から始まる。摂取されたコレステロールは、リパーゼによって分解されず、小腸の上皮細胞に入るまでそのままの状態である。その後、脂質は胃に進み、そこで、イリパーゼによる、化学的消化が続き、機械的消化が始まる。ただし、 脂質の消化と吸収の大部分は脂肪が小腸に到達してから行われる。水臓から分泌された化学物質が小腸に入り、トリグリセリドの分解を助け、さらに機械的な消化を経て、小腸の上皮細胞に吸収される個々の脂肪酸単位となる。トリグリセリドを別々の有利脂肪酸とクリセロール単位に過水分解するためのシグナル伝達に、 関与するのは水リパーゼである。脂質代謝の第二段階は脂肪の吸収である。タンクサリ脂肪酸は胃で吸収されるが、脂肪のほとんどは小腸でのみ吸収される。トリグリセリドが個々の脂肪酸とグリセロールに分解されると、コレステロールとともにミセルと呼ばれる構造体に凝集する。脂肪酸とモノグリセリドはミセルから離れ、 超上皮細胞に入るため膜を通って拡散する。上皮細胞の細胞質ゾールでは、脂肪酸とモノグリセリドが再結合して、トリグリセリドに戻り、トリグリセリドとコレステロールがカイロミクロンと呼ばれるより、大きな粒子にパッケージされ、消化された脂質を輸送する量心媒性の構造体となる。カイロミクロンは血流に乗って移動し、体内の脂肪組織や、 その他の組織に入る。膜脂質、トリグリセリド、コレステロールは素水性のため、リポタンパク質と呼ばれる特別な輸送タンパク質が必要である。リポタンパク質の良心媒性構造により、トリグリセロールとコレステロールが血液を介して輸送される。カイロミクロンは、リポタンパク質のサブグループの一つで消化された脂質を、小腸から体の残りの部分に運ぶ。 リッポタンパク質の種類によって密度が異なるのは、どのような種類の脂肪を運ぶかによる特徴を示している。例えば、超低密度リッポタンパク質は体内で合成されたトリグリセリドを運び、低密度リッポタンパク質はコレステロールを抹消組織に運ぶ。これらのリッポタンパク質の多くは肝臓で合成されるが、すべてがこの期間に由来するわけではない。 カイロミクロンが組織内を移動すると、これらの粒子は、毛細血管の内皮細胞の肝空側で、リポタンパク質リパーゼによって分解され、トリグリセリドを放出する。トリグリセリドは細胞に入る前に、脂肪酸とグリセロールに分解され、残ったコレステロールは再び血液を通って肝臓に移動する。グリセロールは、細胞の細胞質ゾル内で、 解糖系の中間体であるグリセルアルデヒドマイナスリン酸に変換され、さらに酸化されてエネルギーを生成する。ただし、脂肪酸の以下の主なステップはミトコンドリアで行われる。調査脂肪酸がミトコンドリア膜を通過するためには、脂肪酸アシル c o a エステルに変換される必要がある。脂肪酸代謝は、上皮細胞の細胞室内で、 アシル COA 合成酵素が ATP の切断によるエネルギーを利用して脂肪酸への補酵素 A の負荷を触媒することで始まる。得られたアシル COA はミトコンドリア膜を通過し、β 酸化のプロセスに入る。β 酸化経路の主な生成物はアセチル COA などファットである。β 酸化のプロセスで必要な酵素はアシル COA、デヒドロゲナーゼ、 エノイル COA ヒドラターゼ、3、ヒドルキシアシル COA デヒドロゲナーゼ、および3、ケトアシル COA チョーラーゼである。上の図は、脂肪酸がアセチル COA に変換される様子を示している。パルミトイル COA をモデル機質とした場合の全体的な賞味の反応は次の通りである。食物脂肪に加えて、脂肪組織に蓄えられた貯蔵脂質は、 生態の主要なエネルギー源の一つである。トリアシルグリセロール、脂質膜、コレステロールは各生物が様々な経路を介して合成する。膜脂質はグリセロリン脂質とスフィンゴ脂質の2種類の主要クラスに対別できる。人の体内では様々な膜脂質が合成されており、その経路は同じパターンを持っている。第1段階は、 主査の合成で、第2段階は主査に脂肪酸を付加して、ホスファチジン酸を合成することである。ホスファチジン酸は、様々な浸水性の頭部を主査に結合することによって、さらに就職される。膜脂質の生合成は、小胞体膜で行われる。スフィンゴ脂質の合成は、ほぼ真核生物のみに限定されているのに対して、グリセロリン脂質は、 すべての真核生物及び細菌に分布している。一方、古細菌は、イソプレノイドを基盤とする、全く異なる、細胞膜を持っているため、グリセロリン脂質もスフィンゴ脂質も持っていない。ホスファチジン酸は、トリグリセリド整合性の線具体でもある。ホスファチジン酸ホスホターゼは、ホスファチジン酸のジアシルグリセリドへの変換を触媒し、これは、 アシルトランスフェラーゼによって、トリアシルグリセリドに変換される。トリグリセリド性合性は、細胞質で行われる。脂肪酸の染具体は、アセチル COA で、細胞内の細胞質ゾルで作られる。パルミチン酸を、モデル基質とした場合の全体の賞味の反応は次の、通りである。8アセチルコアナナ ATP14 ナット F6、H パルミチン酸14ナドップ6、 H2O7ADP7P コレステロールはすべての動物が合成するステロイドの一種である。アセチル COA からメバロン酸経路とそれに続く多段階のテルペノイド合成経路を経て合成される。コレステロールはプロゲステロンなどの体内の様々なホルモンを形成するように変化するため不可欠である。コレステロール性合成の70%は 肝細胞の細胞質ゾルで行われる。動物以外の真核生物では、コレステロール以外のステロールが作られる。例えば植物では、プトステロールと呼ばれる一群のステロールが合成される。個々のステロイドへの誘導部分を除けば、ステロイドの生合成経路は全深核生物でよく保存されている。ステロイドは、真核生物以外ではほとんど存在していない。 脂質代謝状は、脂肪の分解、または、合成に問題が生じる病気である。脂質代謝状は、血中の LDL コレステロール、VLDL、トリグリセリドなどの血小脂質濃度の上昇に関連しており、心血管疾患の原因となることが多い。多くの場合、これらの疾患は遺伝性であり、親から子へと遺伝子を介して受け継がれる状態である。合成病。 ニーマンピック病、テイサックス病、ファブリー病はいずれも苦しんでいる患者が体内の脂質代謝に異常をきたすことがある病気である。脂質代謝異常に関する稀な疾患としては、シトステイロール血症、ウォルマン病、レフサム病、脳系黄色種症がある。動物において脂質代謝に関わる脂質の種類は次の通りである。リピドメタボリズムメッシュ、アメリカ国立医学図書館。 生命科学用語思想ラス。ありがとうございます。